今日は D スポの質問リレーということで、まず軽く自己紹介、はい、私から、はい、私はアイスホッケー出身で、アイスホッケープロとしては15年やってたんですけど、37歳で引退して今は、指導者の道でアイスホッケーを指導しています。アイスホッケーの鈴木貴人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ軽く自己紹介をお願いいたします。はい、サッカーの石川直弘です。選手としては J リーグで18年、横浜 F マリノス、そして C 東京でプレーをしました。今引退してもう2年半ぐらい経つんですけど、まあサッカーの普及であったり育成であったり、まあサッカー以外のところでの教育だったり、まあそういった観点でご機嫌に取り組んでおります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。全然雑談なんですけど、僕は現役時代西東京のチームにいたんで。そうですよね。野井くんは小平だったんですよね、はい、だからよく昨日名前はたくさん聞いて、こんなつながりできて本当光栄です。嬉しいです。いやいや、こちらこそ。ちょっと試合も見に行きたいですね。落ち着いたらアイスホッケーも、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ドキドキの質問タイムいきますか。ドキドキですね。ちょっと現役時代はスピードスターって言われてたんで、スピード感たっぷりで期待してます。じゃあ1分かかりますんでいきます。はい、お願いします。スタートってことで、一番影響を受けた指導者はどなたでしたか。指導者は、今 J リーグの副理事の、はい、原博美さんですね。 FC 東京の元監督です。趣味は何ですか。趣味サーフィンです。サーフィン、はい、はい。じゃあ20時以内で自己分析してみてください。はい、マイペース、客観的、物忘れ激しいくらいですかねじゃあ10年前の自分にアドバイスするとしたらどんなことを伝えますか。いや、そのまま思いのままやりきれと伝えたいと思います。じゃあ憧れのアスリートは。はい、まあ、サッカーでいうと、今も現役のキングカズ、三浦和義選手ですね。そうですか、やっぱり。はい、すごい。早いですよね。で、最後の質問いいですか。もちろんです。もし他の競技を選べたとしたら、何やりたいですか。まあ、趣味のサーフィンですかね、うん。プロのサーファーになってみたいなっていうのはありますけど。いいですね。かっこいいですよね。そうなんですよ。身近に、近くに、地元も、海の近くにあったので、うん、海が大好きですね。癒されます。いいな。なんで聞いたかっていうと、趣味が僕は全くなくて。あ、そうなんですか？趣味ある人、みんな趣味って何にしてんだろうと思って、何にしてるってことはないですけどね。なんかあんのかなって。じゃあその質問が来たらあれですかね。困っちゃってたって感じですかね。そう。逆に。これから作りたいですみたいな感じでそうですね、これからですね。なっちゃってたと思うんです。なんか本当にあっという間ですよね、1分ね。あっという間にスピード感あったかどうかちょっとわからないですけど、でも僕の中ではすごい速かったです。まあ、はい、まあ、ちょっと次にも回さなきゃいけないんですけど、まあ、最近生活はどうですか。コロナの影響いろいろあると思いますけど。はい、ずっと外で仕事することが多かったので、はい、まあ、家族の時間が今すごいできて、家族といろんなコミュニケーションを図れたり、やはり今だからこそできることっていうことで、まあ、うん、リモートだったりとかの仕事になってますけど、いろんなアイデアがどんどん浮かびますね。うん、はい、そういうものを共有しているところですよ。まあ、こんな中でも充実してるって素晴らしいですよね、やっぱり。そうですね、まあ、はい、今の自分に感謝しつつ、やっぱご機嫌で楽しくやっていきたいなというふうに思います。ありました。ありがとうございます。じゃあちょっと次に回さなきゃいけないんで、もう一回スタッチで終わりましょう。はい。ありがとうございました。こちらこそ、また。はい。